こんばんは。はい、こんばんは。はい、ということで今日も始まりましたカモマテリアル、はい、今日で9回目ですね。はい、はい、ということでやっていきたいと思うんですが、まず最初にですね、私の方から皆さんにお礼をお伝えしたくてですね、はいはい、7月22日に長崎の聖福寺に坂本龍馬像を建立するクラウドファンディングの方が60日間無事終わりまして、はい、終了しました。はい、終了いたしました、はい、ありがとうございます。結果ですね、なんとですね、60日間で支援者114名。おー、はい、で目標金額は50万だったんですけども、はい、最終的には80万2000円ですね、160.4% ですか、はいはい、までですね、ご支援いただけました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。でこれがですね、実はですね、あのクラウドファンディングだけじゃなくて、うん、あのそれ以外のやつもありまして、あの手払いっていうか、ね、あのもうよう分からへんからどうぞっつってお金そのまま持ってきてくれ、そうそう、現金でそのまま手を出された人とか、あの銀行で口座教えてっつって振り込んでくれた人とか、はい、そういう方を入れますと、なんとですね、支援者の数が148名になります。おー、すごい。はい、そして金額がですね、合計で102万1000円ですね、200% 超えてしまいました。はい、はい、本当に皆さんありがとうございました。はい、これでですね、あとはですね、11月の15日に奉納除幕式というのをやりますので、はい、それに向けて台座の制作とか発注から、はい、もちろんあの皆さんへのリターンの、ね、発送とか、うん、いろんなことをやっていかなきゃいけないんですけども、まずは先週ですね、終わってますので、皆さんにそのご報告をということで、ご報告させていただいてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最近ね、うん、ライブ配信今やってるじゃないですか。はいはいはい、で僕ね、チャンネルを結構持ってるんですよ、うん、ほう。で今からこうどんどん動かしていこうかなって、うんうんうん、チャンネル結構作ってるんですよ、ね、へー。でこの間張り切って一人でライブ配信してたんですよいつも通りにね、バテル通信、はいはいはい、朝から10時、はいはい、朝10時にね、はいはいはい、で夕方にちょっと確認しようと思ったら、はい、動画がないんですよ、うん、あれと思って、うん、よく探したら、うん、違うチャンネルでやってたんですよなるほどなるほど、あ、そういうことか、うん、ないやつあった、びっくりした、ないやつあった。俺マテリアル通信見に行った、あれ、うん、本当に今日のやつ上げてへんのかなと思いながら探してたの、はい、あ、それ、あの録画してる今日です。あ、まさに録画してる今日です。なるほど、はい、いや、おかしいな、今日上がってへんでと思ってて一人で13分ぐらい喋ったんですよ調子よく喋ったんですけどあれと思って、作りすぎるとね、演劇派カラーズのチャンネルやってました。あまあそれはそれでちょっとスペシャルバージョンということで動画のそのチャンネルがまああるじゃないですか、うんうん、で動画をこっちのチャンネルに移せるみたいな感じ、まあ調べたんですけど、はいはい、ちょっとあんまり調べてないんですけど、一個調べたらいけると思って やろうと思ったんですけど、映せるんですよ、うん、でもここのチャンネルがなくなっちゃうんですよ、それ。あー、なるほどなるほど、全部移行はできるんですけど、なるほどね、この1個だけっていうのがなんかできなさそうな感じなんですよ、はいはい、まあもうちょっと調べたら、はいはいはい、まあそんな感じです。まあ、あの一回チャンネル間のやつ、一番いや簡単なやり方は1回その動画をダウンロードして、そうですね、アップロードするのが、それをアップロードする、そうそうそう、それが一番確実かもしれないです。うん、またちょっとやってみてみます、はいはい、もうあのチャンネルはちゃんと確認しなきゃいや、もうでもね、それ本当に、はい、あれじゃないですか、手ぶらで YouTuber とかやるときに間違ってマテリアルチャンネルで配信してたりとかしたらえらいことになりますから。そうです ね、皆さん確認はちゃんとしましょうね。そうですね、怖いですよほんまに、うち自分のチャンネルやからいいんですけど、はい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 、そうですね、ほんまに、はいはい、気をつけないといけないな、はい、確認するというカンペを貼っとくみたいな。そうですよ、だから Google アカウントもね、いっぱいあるじゃないですか。そうなんですよ、アカウントのその管理って一番難しいですからね。難しいですね、うん、アカウント、それからパスワードの管理、うん、でもこれをちゃんとやっとかないと、本当に今 Facebook とかでもね、そうですね、あのビデオを送りつけてきて見たら、あのアカウント乗っ取られるみたいなやつが、はいはいはい、めちゃめちゃ今知り合いの間ですんごい流行ってるんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ、で僕もビデオ、そうそうそう、動画でこれいつのビデオかなんかっていう質問が来て、でそこになんか動画が貼り付けてあるから、でそれは送られてくる、送られてくるんです、メッセンジャーで。あ、メッセンジャーで、メッセンジャーで、で、え、あ、なんか、で、あまりにも親しい人から送られてくる、何のビデオって押してしまうと乗っ取られちゃう。うわー、すごい怖いですね。怖いっす、気をつけましょう。僕実はでも一回押したんですよで押して、はい、あ、違うと思って速攻バーンって消したんですよね、はいはい、ほんだら乗っ取られへんかったんです。おー、
多分そう言いながら誰か言ってたらごめんなさいあのもし俺の乗っ取られてたら教えてねっていやもう1週間後に言うてもしょうがないみたいな話なんですけど、知らん時にもう自分が自分のアカウントで配信されてるんですよね。怖いですね。怖いです、結構怖いです。結構怖いですで結構知り合いの間でそれ感染してて、もう速攻でもうあのこれやばいっすよやばいっすよやばいっすよっていろんな人に言ってすぐにあのパスワードすぐに変えたら大丈夫なんですよ。あ、なるほどなるほど。乗っ取られてるけどパスワードを取られてるだけやからパスワード変えちゃえば大丈夫。あ、ほうほうほう。まあ皆さんとにかくいろんなことを気をつけましょうねっていうお話ですね。はい、はい、では、この辺でもうメインパッといきたいと思うんですけども、ねはい、前回ですね、はい、まあ、前回というか、まあ、ここ何回かがですねちょっと芝居論ということで来てるんですけど、はいはいはい、今日はですねちょっと僕思いついたんですけど、はい、素をどれぐらい出せるのかっていうのが僕演技の実は真髄の一つじゃないかなと思うんですよ。あのこの人ほんまにこんな人ちゃうんって思わせる演技をする人っているじゃないですか、はいはい、まああのやっぱりそのね一キャラクターの数っていうことですか。そうです自分の数じゃなくてあのまあなんて言ったらいいんですかね、まあ、自分の数も含めてなんですけど、うん、だって変な話ね、まあもちろんそんなキャラありえへんわっていうようなキャラを演じる人もいるし、うん、そのそういうキャラではもともとない全く正反対のキャラをちゃんと作って演じる人もいますけど、うんはいはい、あの一番強いのは自分の素のこの部分をちょっと広げてあげてパッて出すか、うん、出せるか出せないかってすごく大きいじゃないですか。そうですね、まあ、そこに持ってくるのは一番やりやすい、一番やりやすいでしょ、ね、でしょ演じる方に でしょでただあの俺結構多いと思うのは、うん、自分を出すのすごく嫌がって、うん、チャレンジ全くしない人、うん、でも全然もう嘘の顔して嘘のセリフをこう言う人が結構多くて、うん、それを見てるとちょっと僕イライラするんですよ、ね、じゃなくてお前本気で言ってないよねみたいな、うん、じゃなくてもっと本気で泣くんやったら泣けよ、お前この役は泣くでしょっていうところで、うん、泣かないとかもう意味分かれへんし、あのそういうその何ですか、自分のここに踏み込まなくて、うん、ここでやろうとしてると全然ちゃうものが出来上がっちゃ う、はいはいはい、それは無理ですね。ね、そうです、そこが伝わっちゃいますからね。そうなんですよね、見てる人に。そうそうそう、嘘っこやんそれ、うん、なんかどこまでまあ自分に入れられるかっていうのと、うん、まあ、言うとそこの台本の中というかその物語の中に生きてるキャラクターに入り込めるかというかそこを活かせるかというか、まあ、それも一番難しいところでしょうね。だって極端な話ね、うん、あの僕別にそういうあのやらしい話をしたわけじゃないですけど、あの AV なんかねもうまさにもう全てさらけ出してるわけじゃないですか、うんはいはい、何もかも、はい、でそれ取られてる前提で仕事してるわけですよ、うん、あの人らね、まあ、そういう意味ではすごいと思うんですよ、うん、まあ、究極でしょう。究極ですから ね、で究極の見せるもので芝居、まあ、まあ例えば映画とかでも、うん、あの見せへんけどあるいはその見せないような角度でやってるけどでも実際は素っ裸っていうのがありえるわけじゃないですか、はいはい、でその状態ででもあの普通にセリフを喋ったり、うん、あのその人が普通にやるだろうあの行動を取らなきゃいけないわけですね、はい、でそれができるかできへんかってやっぱり自分をどこまで開けるかどうかっていうのはすごく大きいと思うんですよね、うんはいはい、まあ、とはいえ僕の昔よく言われたあの、女優は脱いだらあの女優海岸とかでわけわからんあの嘘つけこの野郎みたいなああいうのは僕は信じはしないんですけど、うん、でも確かにあのもう見せるもん見せてしまって怖いもんなくなったら、はい、あのなんていうんですか立てる壁がなくなるから、うん、あのストンってこうセリフが吐けるようになったりとかすんねやろなっていうのは何となく思うんですけどね、うんうん、僕も前までは、うん、その AV とかがまあ究極のあれかなと思ったんですけど、はいはいはい、そこにやっぱり役者さんというか、まあ、俳優さんというかは、うん、そこに1枚キャラクターをかましていくというか、はいはい、そこにやっぱ技があるわけじゃないですか、うん、でも、まあ、ちょっと AV の方を否定してしまうかもしれないですけど、はいはいはい、あれって究極自然体で見せれば、まあ、もちろんこの見せ方が、必要かもしれないですけど自然体でやればやっぱりいやらしくはなるわけです、うん、いやらしくというか、うん、そういう行為はできるわけじゃないですか。でもやっぱり逆にそこでなんか違う意識になると例えば男性の方がちゃんとできなかったりとか、はい、そういうこともありえるわけじゃないですか、うんうんうん、
でもそこじゃなくてさらにその次ですよね、多分その俳優さんですごい人って、はい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 、それ以上のことをやってる。いや、もちろん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 、僕もその昔は結構その究極の演技ってやっぱり AV かなと思ったんですけど、さらにそのもう一個向こうの演技をするっていうのがすごいこと。まあ言うと、まあ、日本人の人ってあんまり脱がないじゃないですか、まあ、脱いでる方もいらっしゃいますけど、でも海外の方って普通じゃないですか。そうなんですよ。だってモデルさんとかもうバックヤードとか普通に裸ですからね、もうだ商品、ね、そうそこの違い、まあ、文化の違いがあるかもしれないですけど、そういうところの何かしらそのさっき言われたその壁というか、いらない壁を持っているというか、全く必要ないじゃないですか。ないですね。それが言うと、まあ一般の人はもちろん持ってていいんですけど、演じる側になるとそこがあったら絶対そのさらけ出しもできないですし、そのキャラクターのね、真髄まで絶対こう表現できないと思うんで、そこなんでしょうね。なんか言葉でこうどう言っていいか分かんないですけど、なんかね、だからその例えば弱い自分とか泣いてる自分とか、その怒ってる自分とか、他人にめったに見せない顔っていうのを、まあ、晒さなきゃいけないのが演技する人っていうことになると思うんですよね、でもそれをどれだけ晒せるかで観客の心は動くわけですよね、こう動いてくれないと困るんですよ、僕としてはその絵を撮ろうとしてるわけですから、ところがそれができないってなんでっていう話なんですね。それはもう経験不足技術不足なだけですよね。いや、だからそれをね、僕ね、技術でやるんじゃなくて、ここへ落とし込んでたら、ここから出てきてくれれば何にも問題ないじゃないですか、でもここに落とし込んでないから、まあ、要は準備をここでやってないんですよ。ここでやっちゃってるから、ここへ出てこないんですよね、泣かなあかんと思えば思うほど涙出てこない、それはそうなんですよ。じゃなくてここで泣いてたら勝手に出てくるわけだから、そこの、まあ、なんて言うんでしょうね、その作り方というか。そうですね、作り方がまあやっぱりちゃんと極めれてないんですよね、まあ、これはあくまでもこの一例を言ってるだけで、もっといろんな人いるからあれなんですけど、だからもう結局、まあ、言うと、まあ有名人の方でもアドリブができない方ってやっぱり結構いらっしゃる。あ、はい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 、逆にアドリブしたらダメなんちゃうっていう方というか、はいはいはい、まあ、監督によって違うと思うんですけど、そこの違いもあると思いますね。その超有名なのがあれですよ、ね、西田敏行さんとかもほとんどアドリブらしいですあの人は聞くところによるとそう、ね、なんかアウトブレイクとかでものすごいアドリブ入れてくの全部バッサリあの武さんに切られてるらしいですで逆にアドリブアウトなのが、あの実は石原さとみさんがアウトらしいですね。うーん、今のアンサングシンデレラとかやったわけで、あれでも、あのアドリブを入れてきたらやめてくださいっていう話になるらしいです。あの台本に書いてあるのを一生懸命作って持ってきてるのに、違うこと入れられたら話が変わるんでやめてくださいみたいな話なるらしいですね。まあ、僕も直接大手聞いたことがあるわけじゃないってわかんないですけど、アドリブ、これ僕だ誰かに話、多分ライブ配信では話してないんですけど、ちょっと有名な女優さんと共演した時にダメでしたね、ほう、アドリブが止められました。あの止まりました、その女優さんが。あー、アドリブ仕掛けたら、アドリブじゃないですけどセリフが変わったら、だって僕とかはいみたいなセリフやったんで、それが変わっただけですよ、止まりました。あれそんなセリフありましたっけみたいなんで。でもその女優さん監督に怒られてました。そらそら止まらないでください。そらそやろな。そらそやろな。もうそのままやってください。なんかちょっと嫌な顔されましたけど。すいませんって言ってきましたけど。意味は一緒やったらね。そうですそうですそうです。ちょっとびっくりしましたね。ああ、でもそのちゃんと台本通りにやりはる方なんやと思ったんで、ちょっと失敗したなと思ったんですけど、僕的にはもう後でこそっと教えてください。あのかなり有名な方です。ああ、ちょっと言うのはやめてください。はい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 。なるほど。ちょっとびっくりしました。でもそういう決めてはる人は、多分そうなんだろうなっていうのは分かりました。まあ確かにね、だからね、そのまあ。なんて言ったらいいんかな、その役の作り方は人によっても違うし、はいはいはい、そう見せるのが必ずしもね、あの全てだという話ではないんですけど、ただやっぱりその役を作る時にいかにその自分の中に織り込んでいくかっていう作業ってすごい大事だと思うんですよね、あのだってその人が演じるのはなぜその人が演じるのかって言ったら、その人という存在を通してその役を作っていくから、はいはいはい、その役を演じる意味があるわけじゃないですか、だったら
あなたを私が、まあ、監督があなたを選んでるのはあなたという存在があって、その存在がこの役をやってくれるということを期待してやってる、うん、なのにあなたがそこにおったらあかんねんっていう話なんですよね。でもあなたを出してくれないと困んねんっていう話でもあるんですよ、うん、だからその役がそこにいるんだけど、その役を動かしてるのはあなたなので、はいはい、その人がちゃんと動かしてくれへんかったら困るっていう話なんですよね。そうですね、まずは字を出すのが一番、ね、そうなんですよね、ま、だからちゃんと字出してくれてて、だからそれが自然な演技に、うん、まあ自然な演技っていうのが技術なら、それ技術でやってくれても全然構わないんですけど、うん、その技術がないなら自分出すしかないんですよ、うん、まずは字を出していってから作るんですけど、どうしても先に作っちゃうんですよ、ね、そうもうね、うん、粘土で固まりすぎててカチコチやから可動域悪いね、多分ね作るようなお芝居の教え方を結構してる、うん、ああなるほどな、あるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、いろんなとこありますからね、うん、作ってしまうんじゃない、そのまま自分でやれよっていう風に、はい、まずそこから教えていって、はいはいはい、でそこに行き着いたら作り方をまたやるっていう風にした方がいいのかもしれないですよね。なるほどな、なるほど、うん、そういうパターンもあります。そうですね、だから言うと、木村拓哉さんなんかは、こう言うと、もう彼のキャラクター作ってるから、逆に変えられたら困るじゃないですか。木村拓哉さん、まあ、最近は変えられますけど、有名人やったらいいんですけど、そうですね、まだ無名な人がそのまま字を出されたら、はい、お前そのままお前やんっていう風になるかもしれないですけど、まずそっからやった方が絶対いいと思う。いや絶対そうですね、感情がね、自分の僕もだから例えばその誰を選ぶっていう時に、はいはいはい、あこの子素出してるなって思う子は使ってみようと思うんですよ。あ、はいはい、うん、作ってるなっていうのはもう作ったはるから、はい、なんか多分こう要求してもこう作ってくんやろうなと思うんですよ。でも作ってない素がそのまま出てる子って、この子にこんな表情させてみたらどうかなと思うんで、うん、使ってみたいなと思うのはどっちかというと素出してくれる方の方が使ってみたいとは思いますけどね、はいはいはい、そうですよね、でもね、うんうん、そっちも魅力的ですもんね、なんかね。そうなんです、自分の言葉で喋ってくれるから、うん、勝手に作ってこられたら、いや、そんなわけ作られても結局それをね、ぶち壊してからもう一回作り上げなあかんっていう作業をするか、それそのまま飲み込むか、どっちかしかないじゃないですか、はいはいはい、で、時間なかったらもうそれ飲み込むしかないんでよかったらいいんですけどね。そうあ、いい、なんだけど、うん、そうじゃない人はそういや、なんで作んねやろってそう作んなくていいのに、そのまんまでよかったんやけどそうですね、それはありますよね、うん、だからまあ難しいんですけど、ね、要求してるものによっても違うんだろうけれども、ね、まあ、もちろんその舞台と映像でも要求されることは違うから、うん、全然その辺は違うのかもしれない、はい、もうまずは自分をほんまにさらけ出すというか、自分で全部こう出せるようになってから、こう役の作り方っていうのを覚えていった方が多分自由利くような感じはしますけど、これね、でもね、これね、でもね、まあまあこれも時間が来たんでそろそろ最後なんですけど、うん、一つだけ言えることは、自分が分かってへん人が多いから、あ、自分を出せって言われた時に困るっていうことが多々あると思います多分、うん、まあ、だからその辺、まあ、人によるんでしょうけれども、そうですね、まあ、まず己知るってすごく大事なことなんで、うん、そういうところからしっかりやっていっていただくと、ものすごく面白い演技ができるようになったりとか、いろんな人が、ね、はいはい、できるんじゃないかなと思ってたりはするんですが、経験ですしね、まあ、そうですね、経験や、もう本当に稽古して、うん、もういろんな経験積んでっていうことですよ、まあ、勉強しないとですね、っていうことですよ、まあ、僕らもそうなんで、だって僕は演技する人じゃないけど、そういうその演技する人がどうなのかこうなのかっていうのは僕ら判断しなきゃいけないんで、はいはいはい、また勉強なんですよね、はい、あ、こういう人なんやっていう勉強を、まあ、一人一人とやってるっていう感じではあるんですけど、はい、またいい作品作るためにそういういろんな役者さんと出会っていきたいですね。そうですね、はい、はい、ということで、はい、時間が来ましたので、はい、あゆさーん、はーい、なんで笑う、楽しい、ね、はいはい、お邪魔します、はい、こんばんは、こんばんは、はい、今日は8月の、はい、お店のイベントのお知らせに来ました、はいはい、8月8日ラクザのライブがあります、うん、はい、ラクザっていうね、ギターと三味線のコラボのユニットの、はい、珍しいですね、ギターと三味線ってね、めちゃめちゃかっこいいです。三味線の津軽ですか、津軽三味線かっこいいですね、はい、のコラボです、はい、で歌あり、うん、トークあり、トークあり、笑いありの、笑いあり、
もうすごい楽しいライブになってますので、うん、はい、ぜひぜひ。それが何日って8月8日8日ですね、はい、8日です、はいはい、ご予約お待ちしておりますので、はい、ぜひお待ちしておりますので、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、チャージが1500円で、はい、ドリンクのオーダー制になっております、はい、5時間が18時会場で、はい、19時開演となっておりますので、はい、お願いいたします。はい、はい、で8月21日、22日、23日がスカダ・マリナ監督の空の味の上映会となっております。スカダ・マリナ監督、はい、はい、21日が19時から、22日が15時と19時、23日が14時と18時から、ネットミーティングもございますので、ぜひご参加ください。これは、はい、その作品は、旧作ですか。旧作です。旧作ですか、はい、あ、なるほどなるほど、はい、新作ではなくて、はい、何年前、4年前ぐらいに、あの田辺電気映画祭グランプリ、はいはい、グランプリ含めた 4冠を取った。おー、すごい、はい、あの主演が堀春奈さん。ほうほうほう、何時間ぐらい。2時間、ね、2時間、お、2時間5分やったかな、うん、125分に見たい、見たい、もうぜひ、21日21日、22日、23日、また監督のネットミーティングで監督と話してくれると思うんですけども、監督の自分の物語だし、あ、実際に、はい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 、言ってた言ってた言ってた、はいはいはい、なるほどなるほど、食症なんか食べるけど吐いてみたいな、その病気になってっていう、それを描いてる作品で、うん、あの田辺弁慶の時にそのトークを、うん、あの聞いてからみんな見て泣いたというやつですね。噂にはお聞きしております。はいはいはい、了解了解。はいはい、そういう作品なんです。なるほど。はい、うん、楽しみ楽しみ。ちょっとどっか行こう。はいはいはい、はい、鑑賞料が1000円プラスドリンクのオーダー制となっておりますので、うん、よろしくお願いします。ネットミーティングある時の方がいいですよ。そうです。ああ、もう全部ないんで。ぜひぜひ。土曜と土曜日の2回と23日の日曜日の14時の回と3回。22と23に、はい、にあるんですね。はい、はい、了解です。ぜひお越しください。はい。はい、じゃあ私はこれで帰ります。はい、はい、はい、お待ちしてますので、はい、バイバイ。今日もちゃんと紙絞ってね、はい、それはもうだいぶ定着してきましたね。覚えた。続きまして高橋さん。高橋さん、はい、はい、何て言うだそうですか。はい、こんばんは、シネマコミュニケーター高橋宏樹です。はい、シネマ to you のコーナーでございます。はい、忘れてませんよ、はいはい、今日なんかあれっすね、なんか、はい、あの色合いがちょっとかぶってますね。でもこれはね、ジャストはシネマ、はい、ジャストライクシネマです。はい、ございますが、はい、はい、先週ね、盛り上がったんで言えなかった、作品をご紹介したんですけども、はい、すみません、はい、僕はちょっと間に割って入ったんです、はい、でもね、今日はね、to you、はい、というか、うん、もう自分に向けての紹介というか、好きな映画をご紹介したんです。はいはいはい、はい、今日はね、香港ノワール特集なんですけど、はい、一本は新作で、先週7月24日金曜日から全国で公開しております、2017年制作で、中国香港合作です。追流、追流、はいはいはい、ドラゴンという感じなんですが、これは、バリー・ウォン監督で、うん、レンゲ同士、キョンシーの原案を作った方ですね。はいはいはい、ゴッドギャンブラーとかシティハンター、ジャッキー・チェンのシティハンターの監督を。おお、懐かしい。でも、合同でですね、ジェイソン・クワン監督、はい、この方は初監督なんですけども、撮影監督としては今年公開になりましたプロジェクトグーデンベルクっていうのを撮っております。これがですね、主演制作がドニー・イェン、あ、出た、ムーラン XXX、イップマンシリーズですね、出ましたね、ドニー・イェン、マスオポアチャンプ、タイムインチャイナシリーズ、はいはいはい、でもう一人がですね、私誰がこの方の作品をよく見てます、アンディ・ラン、おー、グレートウォール、ベルベット・レン、はい、ラバーズ、はい、インファナル・アフェアシリーズですね、はいはいはい、なんですけど、まあやっぱこれ香港ノワールなんで、大体まあ、二大スターが出てですね、片っぽはまあ警官であって、はい、片っぽは黒社会っていう立場でおいて、はい、友情もんっていう、はいはいはい、そういう話です。よくある話ですね。まあまあまあ、インファナルアフェアとかもそうですよね。はい、まあ、一応だからチラシには書いてますけども、男たちのバンカとか、インファナルアフェアが好きな方にはおすすめでございます。実は私がこのインファナルアフェアシリーズが大好きでしょう。で、大体ね、このチラシも大体みんなこんなんですね、香港のワールってね、そうそうそう、男2人がね、はい、これ、はい、男2人がね、大体このパターンですね、はい、でございます。で、
いてこのパターンですね、はい、ほんで本当は実はですね、違う映画を今日もう一本インド映画を紹介したいと思ったんですが、はいはいはい、このツイルをいろいろ調べてる中でですね、うん、そのアンディ・ラウにハマりました、ね、はいはい、アンディ・ラウが、出ましたね。アンディ・ラウかっこいいですか、はい、香港のワール、またもう一本で、はい、これは4人ですね、ベルベット・レインという作品があります。これは2004年の、作品なんですけどね、これが、ね、脚本がね、トーチロン、チーロンっていう方で、うん、殺人犯とかスピリットをジェットリーの作品ですね。ほんで主演がアンディ・ラブですね。でジャッキー・チュンっていう方が出ております。、はい、ほんで、若い2人が、ショーン・ユーと、エディソン・チャンということで、これインファナル・アフィアの若者2人です。うーん、なるほど、はい、これね、アクションシーンがすごくてですね、キーワードはやっぱり雨、雨のシーンになるとちょっと意味深になるということなんですけどね、これね、すごくいいんですけどね、なんか、サイトの評判は悪い。私は好きです、うん、はい、でもまあ結局まあちょっと似たり寄ったりだからと違いますかね。でもこれね、最後は時間軸の遊びがあって、そこがいいんですよね。なるほど。実は点点点っていう話でございます。出た。で実は点点点っていうのはこの脚本統治論さんがですね、はいはい、実は点点点の話が好きでですね、このもう一個、はい、持ってきました。殺人犯という映画があるんですけどね、これ2009年の、作品なんですけども、はい、これも、先ほど言いましたプロジェクトグーデンベルクに出てますアーロン・クロクオクが主演してるんですけどね、結局起きた時に人が死んでまして、警官が容疑者にされるわけですね。で、いろんな要素があって、自分自身じゃないと思ってたのがだん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 自分ではないかという思ってくるわけですね。でもね、やっぱり自分じゃない。でいろんな人が出てきて、奥さんが犯人ではないかとかいろいろあるんですけども、でも実は点々点で、そんな見とってわかるかっていう人が犯人でございます。でも実はこれですね、これ2009年の映画な、あの香港映画なんですけども、実は2009年にエスターっていう映画がありました。ほとんど一緒でございます。日本比べてみますと、はい、男版か女版の違いでございます。はい、で先ほど言いましたプロジェクトブーデンベルクですね、これです。これは一応今年公開になりましたけども、これ監督がまたフェリックス・チョンさんで、インファナル・アフェアの監督です。で出演がチョ・ユンファが出てますね、男たちのバンカー、はい、これも最後にですね、はい、実は点々点っていう、点点点、私の好きなもの、大好きですね、大好きです、大好きです。選手も実は点々点ね、ね、そうですね、はい、水流だけはあんまり、はい、あの実は点々点じゃない、はい、でもあとは、実は点々点でございます。もうコーナータイトル、実は点々点、映画、映画、違ったテレビ番組でね、実は点々点ありますけどね、あのやっぱり実は点々点っていうのが映画の醍醐味ではない。ああ、なるほど、なるほど、うん、監督にもね、今後点点点の映画を、これ正当なんですよ、実は点点点やで言えねんけど、点点点の映画は作りたくないね。あそうですね、でございます。もう盛り上がりも盛り下がりもせえへんみたいな。今実は上映中のコンフィデンスマンですかね、はい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 、あれもなんか実は点点点の何十もの論点返しがありましたね、はい、もう小沢さん大好きですから、はい、それを見ていただいてます。はい、はい、以上実は点点点のコーナーでした。さすが対応力あるわ。ちゃんとアドリブ返してきてくれましたね、はいはい、ということでエンディングなんですけど、もう8月に、ね、はい、もう来週からというか、もう次から入る感じなんですけど、まあどないなってるか正直分かんないところはすごいたくさんあるんですけど、もうやるべきことをちゃんとやって、もう前進むしかないですからね。そうですね、もう動き出した以上ちょっと止めたくないというのは実際のところをみんな思ってると思うんですけど、8月もイベントもありますし、どんどんまた、マテリアルにいろんな人来ていただいて楽しんでいただけたらなと思います。はい、はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。